シリアコスフォルザは、スイスの元サッカー選手、サッカー指導者。選手時代のポジションは、ミッドフィールダー、ディフェンダー。1990年代から2000年代初頭にかけて、最も成功を収めた、スイスのサッカー選手、または、スイスの生んだ、最高のミッドフィールダーの一人とも称される。スフォルザは、アールガウ州レンで、イタリア移民の子供として生まれ、 20歳の時に、スイス国籍を取得した。1986年7月、16歳の時に、グラスホッパークラブチューリッヒと契約を結び、プロサッカー選手としてのキャリアを開始した。1988年、オットマー・ヒッツフェルトが監督に就任し右、サイドバックへの転向を進められたが、ミッドフィールダーとしてのプレイスタイルを磨くため FC、アーラウェイ籍。 1990年、ヒッツフェルトに呼び戻されグラスホッパーに復帰を果たすと、スイスリーグ優勝に貢献した。1993年7月、ドイツの 1FC、カイザースラウテルンエー席。1993から94シーズン9一節の 1FC ケルン戦でデビューするとこの試合で、初得点を決めた。当時のスフォルツァは、無名の存在だったが、 選手としての評価を高めると、1994年4月14日に行われたバイエルン・ミュンヘン戦での勝利は、キャリアの集大成となった。1995年7月には、バイエルン・ミュンヘンへ移籍し、UEFA カップ優勝に貢献。1996年7月には、イタリアのインテル・ミラノへ移籍したが、中心選手として機能していた。 カイザースラウテルン時代とは異なり数多くのスター選手が在籍するバイエルニアインテルの環境に適応することはできず制裁を欠いた。1997年7月200万マルクの遺跡金でカイザースラウテルンへ復帰。オットー・レーハーゲル監督の下で2部リーグから昇格したばかりのチームを中心選手として牽引し、昇格初年度でブンデスリーが優勝に導いた。 この時期には、本来の攻撃的ミッドフィールダーとしてではなく、リベロとしてもプレーをしたが、一方で1999年には、レイハーゲルとの間で、トレーニング方法をめぐる対立が表面化した。2000年7月、1280万マルクの遺跡金で、前シーズン限りで対談したローター・マテウスのアドガマとして、バイエルン・ミュンヘンへ遺跡。 2000から01シーズンには UEFA チャンピオンズリーグとブンデスリーガの優勝を経験したが膝の負傷を抱えていたことから王子のプレーを見せることは少なくなったヒッツフェルト監督の下では控えを務める機会が増えブンデスリーガのハンブルガー SV ーや VFL ボルフスブルク母国のスイスのクラブへ移籍する可能性が浮上した2002年7月 カイザースラウテルンへ移籍したが、2003年にハムストリングを負傷し、回復までに1年6ヶ月を要した。2004年11月20日に行われたバイエルンミュン編ン戦で復帰を果たし、好調なプレーを維持したことから、サッカー専門誌、キッカーのカムバック賞に選ばれた。その後はスランプに陥り、2005年10月15日に、 行われたボルシアドルトムント戦を最後に、クラブ側から契約を解除された。スイス代表としては1991年8月21日に行われたチェコスロバキア代表との国際親善試合でデビュー。代表監督のロイ・ホージソンの指揮の下で1992年から1993年にかけて行われた1994フィーファワールドカップヨーロッパ予選では、 28年ぶり7回目のワールドカップ出場に貢献した。1994年にアメリカ合衆国で行われた本大会では決勝トーナメント進出に貢献した。2年後の1996年にイングランドで行われた UEFA ユーロ96にも出場。2001年10月6日に行われた UEFA ユーロ2000予選のロシア代表戦を 最後に代表から退いた。スイス代表としての通算成績は、国際 A マッチ79試合出場7得点。引退後は指導者に転じ、2006年から2008年にかけて、スイススーパーリーグ所属の FC ルツェルン、2009年から2012年にかけて、フルスのグラスホッパーで監督を務めた。2014年から2015年にかけては、 チャレンジリーグ所属の FC ボーレンの監督を務めると17試合無敗記録とリーグ戦3位という成績を収め、株リーグへの降下を阻止した。2015年6月、スーパーリーグ所属の FC トゥーンの監督に就任したが、同年9月30日に双方の合意に基づき契約を解除したことを発表した。ありがとうございます。